はい、どうもこんにちは、フル京都 GS150 です。さあ本日はね、なんか、このね、なんだ、台湾日本 CB 無線電わかんない、まあ、電波実験に参加します。はい、先日導入しましたこちらね、パナソニックの RJ310 ですね。これで実験します。電源オン、2チャンネルチュワチュワ言ってますね。なんか聞こえますね。これがキルキルですかね、皆さんがおっしゃってる。これがキルキルかな。台湾語聞こえるかな。聞こえたらすごいけどね。持ってちゃダメなのかな。置いてみましょう。さあ CB 初出動でございますね。なんか聞こえるんですけどね。あ、聞こえるね。なんか聞こえるね。ちょっと置いてみようか。台湾局で置いてみようかな。誰かなんか喋ってるね。さっきからなんか受信します。なんかいろんな信号が交互に入ってるよね。外国だ。ちょっと様子見よっかな。シリーズめっちゃおもろいな。あ、ただ聞こえた。ブラとかお気の方いらっしゃいませんか。こちらはブラボー5030。台湾局、こちら京都ゴルフシアラー150、京都 GS150、 京都ゴルフシアラー150メリット5です。聞こえますか。どうぞ。もう一回聞こえるかな。今めっちゃ聞こえましたね。めちゃめちゃ聞こえましたね。こちら京都ゴルフシアラー150、京都 GS150、 京都ゴルフシアラー150、取れますか。どうぞ。2回聞こえましたね。今ツイッターでも、あれ斉藤浩二です。
あ、岩手局つながってるな。DY503KI だ、KY だよね。EW だ。聞こえなくなっちゃった。これがキルキルか。もう一回来ないかな。こちら京都 GS150 京都ゴルフシアラ150取れますか。どうぞ。厳しいかな。めっちゃ聞こえる。いや感動するなこれ。みんなが CB ハマるの分かるわ。0.5W QRP で台湾すごい聞こえましたよ。これ21とかやっても結構開けてんのかな。聞こえなくなったかな。このキルキル言ってるのが上空の電波具合なんですよね。あ、でもまた沈んだな。コールサイン取れてないっつってたな。めっちゃ聞こえるやん今日。55。87局。今のはどこだ？ロシア語っぽいけどな。あ、また上がってきたな、たまに聞こえますね。今の台湾さんですね。あ、でこうやって沈んでいくんやな。こんなんチャイニーズ一発やん。3分に1回ぐらい上がってくる感じですよね。まだ87局。ね、87局なかなか更新できてないな。
まだ呼んでるな。コンディションいいんじゃない今日これ、もしかして。やばいな、やばいな、これいい感じだな。でまた沈むんだよね、これで。87曲まだ呼ばれてますね。ワンチャンあるな。行きますよ。京都 GS150、 京都ゴルフシアラー150福井県です。聞けたかな、もう一回呼んでみる。京都 GS150、 京都ゴルフシアラー150福井県です。うん、 QRM ひどいな。音信に負けない。また上がってくるの待つかな、うん、いやー CB 夢ありますね。なんかロマンだらけだな。もう30分もやってるじゃん。ウケるウケる聞いてるだけだけど。はい、CB 初運用台湾チャレンジいかがだったでしょうか。こんな感じでね、もうすごく聞こえてたんですけどね、こっちからの波は届かなかったみたいでね、初チャレンジサクセスとはなりませんでしたね。いやーでもね、初 CD しかも2チャンネル機でね、ここまで遊べるとは思ってなかったです。びっくりしましたよ。いやー暑いですね、これ 0.5W でね、これだけ遊べるっていうね。まああのね、台湾のね結構の声ちゃんと聞こえましたんでね、次回はどこかでお話できるといいなと思っております。はい、今後はね、あの当チャンネルではの CB も頑張ってやっていきますんでね、2チャンネル機でどこまで遊べるかみたいな感じでねやっていきますんで、また皆さん、どんどん、更新しましょう。ね、この動画面白かったらね、また高評価チャンネル登録お願いします。もうすぐねチャンネル登録1900人ですね。はい、それでは楽しい無線ライフを、京都 GS150 でございました。73、さよなら。